まして、予定通り出店できないお店も中にはあったりしたんですけれどもね、そしてあのマラフス3店、熊本のものが並ぶことができました。そして東京からもですね、皆さんからの温かいメッセージやご声援をたくさんたくさんいただきました。熊本県にもしっかりそのメッセージもね届きまして、で熊本もたくさん励みをいただきました。皆様本当にご支援いただきましてありがとうございます。まあね、熊本また熊本の魅力をね見せていただくために営業活動ね頑張りますけれどもね、あの熊本の物産ね買っていただきますと、またねあの商品のあの出店者さんにも励みをなるかと思いますのでね、ぜひ応援していただければと思います。さてということで、あの8回で開催中の大九州展のちょっとご紹介させていただきますけれども、こちらですね、本日は明日最終日でね、30日最終日となっておりますのでね、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。そう、じゃあ11時の回もねご紹介してましたけど、それもねありますけど、まだまだたくさんありますからね、部長ね。じゃあこちらもカゴにいっぱいありますからご紹介していきますけど、まずじゃくまモンがねまあ気に入っておりますけど、こちらですねご紹介していきましょう。こちらはですね、豆腐の味噌漬けというですね熊本の郷土食でして、あの豆腐をですねちょっとお味噌にこう漬け込んだあの保存食ですね。あの気になる味わいはなんですけれども、あの東洋のチーズと言われておりましたり、あと山のウニと言われておりまして、あのお店ごとにこうプロセスチーズみたいな硬めの、ね、ものや、あとはねこのようなこうウニのようにこう濃厚なものが、お兄さんもね買ってくださってありがとうございます。でいろんな味わいがあります、ね、シソ風味や柚子風味なんてねいった味わいもありますのでね、ぜひお試しいただきたいと思いますけれども、でどうやって食べるかね、あのというか言うと、あの野菜のスティックのようにねつけて食べてみたり、あとはねあのこの豆腐辛いものでしたらこう素揚げをして食べたり、あとはねこうリップ風にねクマモンのお腹もできます。お兄さんに召し上がっていただいてね、でクマモンまたね、ねあの頑張ったらね買ってもらいましょうね。今日出店しております味噌の豆腐の味噌漬けが、ね、あります。あとは本当たくさんのものがありますので、どんどん紹介していきたいと思いますが、そうじゃあ同じくねこちらもね、その豆腐の味噌漬けが、ね、主に熊本県の球磨郡というところで作られたの、まあ、特産品なんですけれども、同じく球磨地方でね作られているものがあります。それがですね、あの球磨焼酎というかね、熊本県の米焼酎ですね。あの約500年ほどですね、あの歴史がありまして、なんか雲お話聞いてるそうね、ちょっとねお友達とくまモンにはちょっと早いかもしれないけれども、ね、大人の話ですけれども米焼酎、ね、あの昔はですね、あのブランシスコ・ダニエルにもね熊焼酎ができた時にね、あのできたよってね子供に紹介したという、それほどねすごくすごく歴史のあるものなんですけども、先ほど部長聞いてる聞いてる部長、ね、部長のね好きな豆腐の味噌漬けにもね相性がいいですね。熊焼酎がね今日こういったくまモンのあのパッケージのものも来ておりました。あとはこうみかんの花候補で、ね、つけたものもね、たくさんのもの種類が来ておりましたのでね、ぜひあのお試しいただきたいと思います。さあどんどん紹介していきますけれども、あと何かな、あこちらですね、熊本といえばあとはこちらですね、熊本からしれんこん、ね、黄色いねこちらのフォルムが素敵なんですけれども、中にはねれんこんとサクサクっとした食感と、あとからしと麦味噌がねハーモニーを、絶妙なハーモニーを醸し出しております。そのまま食べてもよしなんですけれども、ちょっと今輪切りだけでなくちょっと乱切りにしてみるとね、この断面が広くなるので、あのお肉と炒めたり、あとキノコと炒めたりしても美味しいかと思いますね。そう、こういったからしれんこんが出ます。あとは熊本県の阿蘇、南阿蘇村から出店しておりますのが、スモークベーコン、すごいね、食べ応えのありそうなベーコンなんですけども、これもすごくあの美味しいジューシーなベーコンになってますすごい凝視しておりますけど、ちなみにくまモンはどうやってベーコン食べますか？なんかナプキンつけてますけど、しっかりねつけて、紙エプロンつけて、はい、ああね、そうね、ちゃんとあの炭火焼いてフォークとナイフで、あでメインディッシュとして食べるんですねあ本当にでも
もねそれぐらい食べ応えもありますし、あともちろんねあのパスタとかね炒め物に使っても美味しいかと思いますすごいねめっちゃ食べてますけどで、あとベーコンの他にもね、あとはやっぱ主食欲しくなるでしょ、くまもんね、あの主菜の他には主食欲しくなるでしょ、あの高菜飯、これも阿蘇のですね、あのご当地グルメなんですけれども、あの高菜漬けをですね、ご飯に混ぜるとですね、とても食欲も湧くかと思います。またベーコン、からしレモンなどといったねものとも相性が良いかと思いますので、ぜひ合わせてみてください。そして最後紹介しますのがお菓子ですね。また阿蘇つながりでいきますと、阿蘇のですね、あの草原で育った牛乳を使ったこういったラスクですとか、あとはこういった熊本のねお米を使ったあの揚げ餅などもありますので、ね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。あ、そう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 、これですね、このあのラスクのやつね、あの取り外すとお面になるみたいなのでね、食べた後もねお楽しみいただけるかと思います。またお土産にもね至るかと思いますので、ぜひチェック回していただきたいと思います。さあ、ということでご紹介してまいりました、熊本の物産を含みます大九州展は明日30日まで8階の会場で開催しております。本当にね美味しい匂いが漂っておりましたのでね、ぜひ今晩の夕食に、またねあの今週これから夏が近づきますけれどもね、このパワフルになりますね、あの食材もたくさんありますので、ぜひお試しいただきたいと思います。クーマモン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 、まだやらないでね、まだねお金払って、お金を買い上げいただいてからね、あの楽しんでくださいね。食べた後、そう食べた後楽しむね、あれですか、ね、じゃ あの皆さんもね、くまモンの代わりにね、あのくまモンになっていただいてね、お楽しみいただきたいと思います。さあ、ということでね、実際のご紹介の後ですね、あのこの後もっと熊本のことを知っていただこうと思いまして、クイズを用意してまいりますのでですね、クイズの時間にしたいと思います。さあ、ということで、じゃあこういったお方にああ、どうもありがとうございます、お褒めいただいてありがとうございます。さあ、ということで部長、かっこよく出していきましょうね。題して、くまモンによる熊本クイズ大会です。はい、ありがとうございます。これからですね、熊本県に関するねクイズを出題していきたいと思います。私がですね文章を読みまして、そして今日は3択問題にするんですけれども、その選択肢をくまモンがジェスチャーでね教えてくれるそうですので、正解が分かった方いらっしゃいましたら大きな声ではーいとね声を上げて挙手をお願いいたしますちょっとしたプレゼントもありますので、ね、ぜひねご参加いただきたいと思います。さあ、それでは早速いきたいと思います。クモンクイズ第1問、じゃじゃん。さあ、先ほどね紹介しました物産の中にねそう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 、あの熊本県のねあのある地方からねあの来た物産もありました。例えば豆腐の味噌漬け、また米焼酎、まるまる焼酎というものがありましたか。さて、そこが特産品となっております熊本県のまるまる郡というところ、これはね熊本県の南東部に位置しまして、錦町、たらぎ町、湯の前町などの4町5村で構成されているんですけども、さて、そのまるまる町、ある動物の名前が入るんですけども、さて、それは何でしょうか。はい、早いけど、早いんですけど、くまモンがねジェスチャー用意してますからね、ちょっとお待ちいただいてもいいですかねじゃあ1番お願いします。1番、にゃーにゃー、熊本県猫群、猫群。2番、よいしょこれはトドかな、くまモン熊本県トド群、パンパンパン、熊本県トド群。3番、そう、くまモン、くまモン、熊本県のくま群。さあ、本当にある群は次のうちどれでしょうか。1番猫群、2番トド群、3番くま群。分かった人、あじゃあ部長、あのどなたか一人にねお答えいただきたいと思います。誰にしますか、誰にしようかな。視線送ってくださいね。はい、誰にしようかな。あら、あ、じゃあお姉ちゃんにお答えいただきたいと思います。じゃあ本当にある熊本県の〇〇郡、
猫かトトかクマどれかな。クマだって。クマ、じゃあ合ってるか合ってないか発表お願いします。せーの、じゃか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 じゃん、グー。ということで正解はクマくんです。それでは正解したお姉ちゃんにですね、こちらですね、くまモンのくまモンのステッカー、これね熊本県の美味しい食べ物をくまモンが持っている幸せなシールですね、あのプレゼントしたいと思います。はい、それではじゃあお姉ちゃんどうぞ。お答えいただきありがとうございます。正解したお姉ちゃんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ちなみにね、猫群もトド群も熊本県にはありませんのでご注意ください。そう、本当にあるのは熊本県の熊群、南東部に位置しまして、錦町、多良木町、宇野前町、水上村、市木村、岩井村、熊村、朝霧町の4町5村で構成されています。で、今日も出店しておりますが、豆腐の味噌漬けのね特産地ね、主にこの熊群の方でです、熊地方の方で発達した郷土食でして、あとはね熊焼酎もね米を使った500年の歴史をある焼酎になっております。ということでね、熊群熊地方の方からね来ておりますので、ぜひチェックもしていただきたいと思います。さあ続いてクイズ第2問いきたいと思います。第2問、じゃがじゃん。さあ続いての問題ですね、熊本県の郷土食ね、れんこんを使った、もう分かった方がいらっしゃるみたいなんですけど、ちょっと待っててくださいね。熊本県のレンコンを使ったねお料理があるんですけれども、とてもサクサクとした食感がね、何とも言えずお酒に合うんですけれども、さてそのレンコンは次のうち何レンコンというでしょうか。はい、ちょっと待っててくださいね、いきますね。1番、何ですか、なんか慣れ慣れしく、くまもなんか彼氏みたいに、私の彼氏みたいな、ちょっと近いな、彼氏レンコン、そう、お殿様の恋人がね、そう、まあ、どのレンコン、この料理ね、お殿様のね自由形のために作られたんですけれども、そのお殿様をのそのお料理作ったのが恋人だから、彼氏レンコン、彼氏レンコンかな、本当かな。はい、2番いきます。2番、食べるとそう、からしと麦味噌を混ぜたものが入っているから、からしれんこん。2番、からしれんこん。そして最後3番。お願いします。はい、ごめん、噛んじゃった。なんか踊ってますね、かっこいいですね、今日も踊ってますけど、なんと何の選択肢ですかね。あ、わかった。負け、おこせ、嵐、ポープリーム。嵐のようにかっこいいフォルムだから、嵐レンコン。すごい、なんか苦しかったな、今。嵐レンコン。さあ、本当にある熊本のレンコン料理、どれでしょうか。1番、彼氏レンコン。2番、からしレンコン。3番、嵐レンコン。わかった。じゃあ、部長、嵐のようにかっこよく。ね、示してください。そしてステップを踏みながら、はい、じゃあお兄さんにお答えいただきましょう。答えは何ですか。からしれんこん。からしれんこん、答えはどうですか。丸、はい、大正解です。すごいですね、お兄さん。からしれんこん、ね、そう、じゃあ正解したお兄さんにまでシールをプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。正解した方に大きな拍手をお願いします。すごいですね、皆さんもう分かってたんですか。ね、素晴らしいです。そう、彼氏レンコンも嵐レンコンも残念ながらねないんですけど、部長すごいかっこいいね、ご主人。そうだけどね、とても美味しいお料理、からしれんこん、もともとはね病弱だったお殿様のためにですね、熊本城の周りで作られ栽培されていたれんこんを使ったお料理を、ね、何か考えたいということで、からしと麦味噌をね詰めたものを作ったんですけども、それがちょうどほらからしがね食欲を増進させてね元気になったというね説がありますけれども、本当にこれからね夏バテでちょっとね食が細くなって
となる時期。